そこでしか見れないような景色もあの体験できるような必ず多くの方お越しいただける、えー、そういう施設であるというふうに思ってます。来年七月二十五日にリニューアルオープンする道庁赤レンガ庁舎。館内にはアイヌ文化などの展示コーナーや飲食コーナーなどが設けられる予定です。これまでは無料で入館できましたがサービス向上のためなどとして有料となります。 また、これまで立ち入りができなかった八角塔に別料金を支払えば入ることが可能となり、札幌中心部の景色が一望できます。道はリニューアルまで1年前となる今月25日に道町前庭にカウントダウンボードを設置して PR していくということです。